日本人吃人便当的原因，果然是跟健康有关系呢。吃人的东西比较不容易变胖。我可不是在乱讲，这个是有科学依据的。当你在冰冷状态下吃的话，身体比较不容易吸收。これから冷たいご飯を食べてしっかりダイエットしたいと思っております。跟吉田干一杯，我是最喜爱台湾的吉田浩一。去台湾旅游的时候，坐火车一定要吃热腾腾的台铁便当。但如果你曾经来过日本，搭过日本的火车或是新干线，可能会觉得疑惑，日本的便当怎么都是冷的？是不是服务员忘记帮我微波？别紧张，其实这背后大有学问哦。今天的主题就是要跟大家分享日本人吃冷便当的三个原因。在进入主题前，不免俗的还是要来宣传一下，如果你还没订阅这个频道，过今年老丁就老卡不必用电表阿公卡嘛，欢迎大家一起来订阅我的频道，还有要记得按小铃铛，才不会错过任何新影片的通知哦。在介绍日本人为什么吃冷便当之前，先来了解一下便当这个词是怎么来的吧。便当这个词最早源自于南宋时期的俗语，意思就是交通なこと、便利なこと。那传入日本之后，就是曾经用便道、便道、便道这些不同的词来表示。后来因为日文的便道反转回去中国，才变成今天大家所熟悉的便当。日本也渐渐发展出如今丰富的便当文化，像是小学生会带着妈妈准备的便当去学校，或是上班族会自己准备的便当去公司。看过动画或日剧的人一定对这些画面不陌生。那到底为什么日本人总是吃冷便当呢？日本人吃冷便当的第一个原因，其实就是我们不希望食物的香味打扰别人，迷惑をかけたくない。台湾捷运有明确标示禁止饮食，日本电车即使没有明文告示不能吃东西，但你很少看到有人在电车上吃东西。其实也是出自于这个原因，日本人真的太害怕造成别人的困扰了，有时候需要长时间坐火车或是新干线，难免会肚子饿。但是车厢是密闭式的，如果你买个麦当劳或是香到不行的鸡排上车，热腾腾的食物气味会充满整个车厢，保证日本人绝对在心里大翻白眼。这也是为什么日本黄寿的 Ekiben铁路便当多半是冷的，因为对于日本人来说，这样会打扰到别人，所以还是吃冷便当就好。でも皆さん安心してください、日本の駅弁は冷たくても美味しいように非常に緻密に設計されてるんですよね。一般的に食べ物っていうのは温めたら大体何でも美味しくなるんですよ。それが冷たくても美味しいってこれすごいことなんですよね。だから企業努力の賜物だというふうにも言えると思いますよ。これは我々関西人あるあるなんですが、551の豚まんという非常に美味しい、まあ、こう肉まんがありまして、これ新幹線の新大阪駅で売ってるんですね。で、これ非常に美味しいんですが、匂いが強烈なんです。で、これを大阪土産として東京に持っていくんですが、これは問題ないんですが、新幹線の中で開けて食べるバカ野郎がたまにいまして、もうその匂いがもう新幹線車両全体に充満して、もうまさにこれはもうテロですね。匂いテロです。これはもうたまにある関西人あるあるですね。日本人吃冷便当的第二个原因，果然是跟健康有关系呢。听说吃冷的东西比较不容易变胖。我可不是在乱讲，这个是有科学依据的。很多人可能不知道，但是你放了面包了这种含淀粉的碳水化合物，当你在冰冷状态下吃的话，身体比较不容易吸收。那当身体吸收慢，
自然脂肪就不容易形成。お米の中のでんぷんが糖分に変わって体に吸収されることで太ってしまうわけなんですけれども、温かいお米ですとその吸収がより早く促進されちゃうんですよね。で、冷たいご飯ですとそれがその吸収が緩やかになるから、だから冷たいご飯を食べる、まあ、そういったダイエット本も最近、出版されています。まあ、とはいえね、温かいご飯の方が美味しいんで、やっぱり日本人もどっち食べたいって言われたら温かいご飯食べますよ。まあ、最近日本はコロナウイルス感染拡大の影響で外出しないでくださいとこう政府が言ってたもんで、私ほとんど家におりまして、でもうあの緊急事態宣言のおかげで私のお腹の脂肪も緊急事態宣言が発令されています。これから冷たいご飯を食べてしっかりダイエットしたいと思っております。日本人吃冷便当的第三个原因跟日本历史习惯有关系。朝鮮半島から日本にお米すなわち稲が伝来するのは今から約2000年前、日本の弥生時代のことですが、当時の遺跡からはおにぎりとおぼしきものが出土しているそうです。あるいは奈良時代の書物古土記の中にはおにぎり握り飯という記述もあるそうです。昔から日本人はおにぎりに親しんできたんですね。そしておにぎりの利点といえばやはりその携帯性、持ち歩きができることです。日本人は戦の時にはもうほぼ必ずと言ってほど握り飯を持って戦争に臨んでいたようです。おにぎりを殺菌作用のある笹の葉でくるんで持ち歩けば何日でも食べることができます。そして加熱せずともそのまま食べて美味しいおにぎりはいわば日本人にとっては戦闘糧食と言っても過言ではありません。よく戦争映画で戦闘戦いの前に、おにぎりを食べるというシーンは結構日本映画の中ではよくあるシーンです。再来有一个说法很有趣，就是日本的米跟其他国家的米不太一样，属于粘性比较高的ジャポニカ米。而这种米的特色在于，就是冷了也很好吃。冷たくても美味しい。これはやっぱり日本の技術の結晶だと思います。ぜひ台湾の皆様も日本に来たら食べてみてください。まあしかしね、僕はね台湾のね温かいケルビエンタンもすごく好きなんでね、まあそれはなかなかコーツつけがたいです。でそれから私のお弁当に関する記憶としてはやっぱりちっちゃい頃毎日、お母さんがお弁当を作って持たせてくれました。高校卒業まで弁当を作ってくれました。ただ高校時代私はお母さんの弁当を持って朝行ってきますと、学校に行くと見せかけてそのままパチンコ屋に行き、パチンコ屋でお母さんの弁当を食べてました。申し訳ございません。それから僕は普段出張が多いので弁当を食べる機会が非常に多いですね。まあ、そんな中で僕が一番おすすめする弁当は浜松のうなぎ弁当ですね。これはどういうことかと言いますと、東京から新大阪まで新幹線のぞみで行けば2時間半なんですが、私はですね実はこだまに乗るのが好きなんですよ。こだまは東海道新幹線各駅全部の駅に止まるので、いろんな駅でのぞみに追い抜かされていくわけです。追い抜かされるたびに5分10分駅で待つ、ストップするんですね。そのストップしてる間に駅のホームをダッシュして駅弁を買いに行くんですが、浜松駅はのぞみの通過待ちをすることが非常に多いので、浜松駅こだまで着いた、到着した瞬間にドア開いた瞬間にダッシュしてうなぎ弁当を買いに行き、それを食べながら、東京から新大阪までの、こだまの場合4時間かかります。4時間の、旅程を楽しんでおります。今天探讨了日本人为什么都吃冷便当、冷たい弁当的几个原因，大家觉得如何呢？如果你也有吃过日本的冷便当，或是对于这种冷便当文化有什么想法，都欢迎在下面留言。最后，喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。来用唱的，关于你，老丁就老卡。卡老丁就来就老卡老丁就老卡四比一别别啊对王茂才阿公还说阿公跟阿妈哈哈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 哈